アンヘル・マリア・ビジャール・ジョーナは、スペイン・ビルバオ出身の元サッカー選手、サッカー組織幹部。ポジションはミッドフィールダー。アレクサンデル・チェフェリンが新会長に選出されるまで、UEFA の会長代行を務めた。現役選手時代は、アスレティック・ビルバオだけに所属し、公式戦3 6 1試合に出場して11得点を記録。選手引退後には、 選手としてのキャリアよりも長く、スペインサッカー連盟会長を務めていた。ビスカヤ県ビルバオに生まれ、地元のアスレティックビルバオのユース部門で頭角を表す。ビルバオ郊外のガルダカオにあるアマチュアクラブへのローン移籍後にシニアデビュー。1971年にアスレティックビルバオに戻ると、10シーズンのうち9シーズンで絶対的な先発メンバーとなり、 コパデルレイでは二度決勝に進み、1973年大会で優勝した。1974年3月、0から0に終わった、ラリーガのホームゲーム、FC、バルセロナ戦で、アスレティックビルバオの選手はスーパースターである、ヨハン・クライフに必要なマンマークを行った。この中で、ビジャールはクライフに肘打ちし、4試合の出場停止処分を受けたが、 二人は後に和解している。1981年に引退するまでに、アスレティックビルバオでは350試合以上に出場した。スペイン代表として22試合に出場し、3得点を記録している。1973年10月17日、トルコのイスタンブールで行われて0から0に終わった、トルコとの親善試合でデビューした。 1979年12月9日、3から1に終わった UEFA ユーロ1984戦のキプロス戦が最後のキャップとなった。なお、ビジャールは主要大会本大会への出場歴はない。1978年にはスペインサッカー選手協会の設立者の一人となった。まだ現役選手だった1979年に法学を専攻し、その後には 放送として働いた。現役引退後には、サッカー界で、いくつかの役職を務め、スペインサッカー連盟のホセルイスロカ会長の下で働き、1988年には、ロカの公認の会長に就任した。UEFA や FIFA でもいくつかの役職を務め、1992年から2002年には、FIFA の副会長を務めた。 スペインが疑惑の判定で敗れ去った 2002FIFA ワールドカップ後、ビジャールは FIFA フフの副会長の座を辞したが、すぐに審判委員会の委員長となった。また、同年には UEFA でも同様の職に就任した。ビジャールの在任期間中、スペイン代表は2008年に UEFA ユーロ2008で優勝し、2010年に 2010FIFA。 ワールドカップで優勝し、2012年に UEFA、ユーロ2012で優勝した。スペインは、ポルトガルと共同で 2018FIFA ワールドカップの開催地に立候補したが、2010年12月に行われた2018、2022FIFA ワールドカップ開催地決定投票によって、2018年の開催地にはロシアが選ばれた。 2012年2月16日にビジャアルの7戦が決定し2016年までスペインサッカー連盟会長職を務める。2017年7月、汚職など複数の容疑で逮捕され、その後 FIFA UEFA の役職を辞任。ありがとうございます。